上半身を劇的に変えたい、そんな方にはおすすめのトレーニング方法です。ジムトレも目的によってトレーニング方法が3種類もあるんです。じゃあ具体的にこれから筋トレ頑張るよって人は格トレをどういう風にやっていったらいいかっていうと、皆さんこんにちは、マメです。サバです。今回は何ですか？今回はですね、最も効く筋トレ方法。皆さんは今の筋トレ方法が正しいかどうか、これ不安に思いません？僕らもね、いろんな筋トレ方法を試してきて、時には今の方法で合ってんのかな、これ本当に筋肉ついてんのかなって悩んだ時期めっちゃあったんですよ。ただこの筋トレ方法っていうのは一概にこれがいいっていうのは言えなくて、皆さんの生活環境だったり皆さんの今の体格によって筋トレ方法って変わるんですね。だからこそ今回は皆さんに合う筋トレ方法はこれだよっていう説明をしていきます。筋トレっていうとやっぱなかなか続かないっていう人多いと思うんですけど、正しい筋トレをすることで早く結果が出て楽しくなって続きやすくなると思うんですね。なので最近筋トレを始めた人だったり、これまでなんとなく筋トレをやってた人には参考になると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず大きく分けられるタクトレとジムトレ、この違いを説明します。まず筋トレ方法って大体この2つに分けられるかなと思うんですけど、この2つによって結構変わってくるんですね。結論、その何が違うのかっていうと、負荷のかけ方が変わるんですよ。タクトレだと器具がない代わりに自分の体重をかけてトレーニングをするわけですよね。なので負荷っていうものが自分の体重そのものになるんですね。だからこそ重量を増やせない代わりに回数だったりとかセット数、あとは腕立て伏せで言ったら手の幅を変えたりとか、ゆっくりやったりとか、そういったことによって負荷を変えていくトレーニングがこのタクトレになってきます。じゃあジムトレは何かっていうと、重りとかプレートがあるじゃん、それを、言ったらいくつでも入れられるわけですよ。そうすると負荷っていうのもいくらでも上げられるし、あとは効かしたい部位に対してピンポイントで効かせられるっていうのがジムのマシンのいいところ、その違いがあります。この2種類の筋トレ方法はもうどっちもね、いい面はあるので、この動画を見てくれてる皆さんの筋トレを行う目的と照らし合わせながら今日の動画は見ていってください。じゃあまず最初にタクトレから話していきます。タクトレっていうとアメ玉、こんなイメージね、あると思うんですけど、タクトレはどんな人におすすめかっていうと、まだ筋トレが習慣になってない人だったり、ジムに行くには時間がなかったり、ちょっとまだお金出せないなっていう方におすすめです。これまで筋トレやってなかった人がジムを契約して仕事が忙しかったりとかさ、そういう理由から長続きしない人って結構いると思うんですよ。そうすると結局ジムのお金って結構大きいから、お金を無駄にしちゃうっていうケースも割とあるよね。結構多いよね、幽霊会員みたいなね、あるよね、なのでまず筋トレを習慣化するって方が大事なんで、そういう方はまずタクトレからやっていきましょう。じゃあ具体的にこれから筋トレ頑張るよって人は、タクトレをどういう風にやっていったらいいかっていうと、低強度高回数でやっていくのがおすすめなんですね。じゃあ低強度高回数ってどういうことかっていうと、腕立て伏せで考えると分かりやすいんですけど、腕立てってさ、膝まっすぐに伸ばすじゃん。そうだね。でそれを低強度っていうのは膝をつけてやってみる。そうすると、イメージできると思うんだけど、めっちゃ楽そうじゃん、それをまずは5回とか10回とか始めて回数を増やしていく。それだったらまず習慣化しやすいし、怪我のリスクも心配ないし、それ以外だと回数も多めにできるんで有酸素効果もあるという感じで、結構メリットもあるんで、まずはそこから始めるのがおすすめです。で次に低強度高回数ができるようになったらどうするかっていうと、ちょっと強度を上げていくんですね。例えば3分の動画で20秒間さ、腕立てをするっていう動画があるじゃん、ある。それを俺らが20秒間の中で10回やってたら20回やってみるとか、あえてゆっくりにしてみるとか、めちゃくちゃ早くしてみるとか、っていう感じで同じ腕立てなんだけど回数を増やしたりゆっくりにしたりすることで全然強度って変わってくるんで、っていう感じでステップアップしていくと続けやすいし、かつタクトレでも強度をどんどん上げられるんで、そんな感じでね、上げていくのがねおすすめです。タクトレってよく強度でコメントももらうけどさ、もともと自分の体重以上に負荷をかけることができないから、そういう変化でしか調整ってできないよね、でそれもできるようになったって方はセット数とか回数とか決めないで限界までやる、もうできないよってぐらいまでやるのがおすすめです。これ限界までやるって聞くとすごいね、精神論っぽく聞こえんだけど、本当に筋肉を大きくする上ではこれはめちゃくちゃ大事で、結局筋肉を大きくさせるにはこの追い込むっていうところがもう9割占めるぐらい大事なんですね。なので3セットだけやるっていうセット数を決めて、回数は決めずにもう限界まで追い込むわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、3セットだったら最初20回できた、そして1分休憩して2セット目やったとしたら15回になったって、どんどん減っていくはずなのね。なのでセット数が増えるごとに回数が減っていくぐらいに自分の限界をね、超えてみてください。で俺らはね、今もうジムでトレーニングしてるってイメージがあるかもしれないんですけど、もともとはねタクトレから始めたんですよ。でタクトレで毎回ね、こう限界までやるっていうのやってたらどんどん筋肉がついて、で筋トレが習慣化してジムに行き始めたっていう感じなんで、まずはタクトレの方は限界までやるっていうのを最終ステップとして、重りがない分頑張ってみてください。ちなみに僕らの動画っていうのはかなりね、たくさんタクトレ動画を出してるので、どれやったらいいかわかんないよって人ね、結構多いと思うんですけど、再生リストにおすすめ動画をまとめてますので、ぜひそちらを見てやってみてください。続いてジムトレを紹介していくんですけど、ジムトレも目的によってトレーニング方法が3種類もあるんです。早速その3つのトレーニング方法を順番に説明していきます。ジムトレ1種目目は1種目10回を3セットやるです。これがジムに通い出して筋肉を大きくしようとした人にとって一番王道のトレーニング方法になります。方法としてはすごくシンプルで、皆さんが一番大きくしたい部位の筋肉のマシンを使って1種目10回を3セットやっていくって方法なんですね。でここでどの部位を鍛えようかって迷う人結構多いと思う
ものね、胸から鍛えた方がいいのか背中から、いや腹筋なのかって。でそこで迷った方はまずできるだけ大きい筋肉をつけることが大事です。っていうのも大きい筋肉を鍛えて筋肉量を増やした結果代謝が上がって痩せやすくなったりとか、いい効果がたくさんあるんですね。だからこそ大きい筋肉といえば胸だったりとか背中足、このあたりをねぜひ鍛えてみてください。皆さんがジム行った時にいろんなマシンあると思うんですよ。そこでこれからジム行くよって人は全部のマシンを10回3セットでいいと思います。で10回3セットやって、それができたら次回のトレーニングでは前回でもちょっと重量を上げてみるっていうのを繰り返していけば、どんどんね筋肉って大きくなっていくんで、まずはそこからねやってみてください。ジムに通い出した最初の頃って何のマシンやっていいかも分かんないし、どの重さが正しいのかも分かんない人って本当に多いと思うのね、うん、僕らもマジで分かんなかったの。だからこそそれが分かる答えっていうのはもう自分でやるしかないんで、自分でうわこの重さちょっとなんかフォーム崩れちゃうなとか、あとはこのマシン自分効きいいなっていう、いろいろやってみて、その中で自分に合うものをやれば全然筋肥大はするんで、どれが正解不正解ってないからこそまずは自分で試してみてください。続いてジムトレ2種類目が1種目3から5回を3セット。この方法はさっきの10回3セットができるようになった、あとはもっと重量上げたいなとか最近ちょっと停滞してきたなとかっていう人におすすめな方法です。特にこれ俺らもそうだったけど、ベンチプレス100キロ目指したい、そういう人にもおすすめだね。おすすめだね。でこの方法はさっきの10回3セットと何が違うかっていうと、さっきの10回3セットっていうのは1個の種目10回やるんですよ。それに対してこの種目っていうのは1回の種目で3回から5回やるんですね。なので回数は少なくなる代わりに、いつもよりも重たい重量を持って停滞を打破したりとか、より筋肉をつきやすくなる、そんな方法になります。っていうのも筋肉を大きくするような公式があって、重量×回数×セット数イコール総ボリュームっていう公式があるんですね。で筋肉を大きくする上ではこの総ボリュームっていうのをいかに増やしていくかってことを考えることが大事なんですよ。なので10回3セットだとここの重量が上がんなかったものを、逆に回数を減らして重量を増やすことで総ボリュームを増やしたりとかっていう考え方になるんで、10回3セットっていうのが習慣になってより筋肉をつけたいとかっていう方には時々やってみてください。よりねイメージしやすく、この重量かける回数かけるセット数どういう意味なのかなっていうのをね分かりやすく言うと、例えば受験勉強とかでもそうだと思って、英語国語算数こういう3科目があるとするじゃん。そしたら結局合格するかしないかってこの3科目の合計得点じゃないですか。だから英語を9割取って数学苦手だから4割だった、でも国語も9割だったら合計得点で合格するみたいな感じで、その人によって伸ばす部分と伸ばさない部分っていうのでいろいろね違うわけですよ。だからこそさっきの1種目10回3セットをやる日もあれば、今回みたいに1種目3から5回を3セットやる日もあれば、それは本当人によって、ちょっと最近伸び悩んできたなとか、最近なんか筋肉大きくなってる感じしないなっていう時は、いろいろここら辺のね重量回数セット数変えてみてください。あとはこの3回から5回っていう種目が向いてる種目と向いてない種目っていうのがあるんですね。向いてる種目でいうとベンチプレスとかスクワットとかっていう重たい重量を上げる種目は特におすすめなんで、ぜひねスクワットを伸ばしたいとかベンチプレスの重量を伸ばしたいっていう人はねやってみてください。最後に紹介するジムトレなんですけど、上半身を劇的に変えたい、そんな方にはおすすめのトレーニング方法です。押す種目引く種目の日で分けることです。このメニューは上半身メインで鍛えたくて週4日以上筋トレできる人には特におすすめのメニューになります。なんでおすすめなのかっていうと、押す日と引く日それぞれ週2回ずつやるんですね。そうすることによって各部位を週2回鍛えることができるわけですよ。これは各部位を週1回ずつ鍛えるよりも筋肥大が見込まれるっていうデータがあるんですね。なのでちょっと携帯にねそのデータをまとめてきたんで紹介するんですけど、実際に2016年ニューヨーク市立大学の研究では、同じ部位を週2回トレーニングした時の筋肥大効果が1回だけに比べてとても大きかったっていう結果が出てるんですね。ちなみにこれ面白いのも、週3回同じ部位を鍛えた場合は週2回の時と筋肥大効果があまり変わらなかったっていうことも明らかになってます。なので筋肉の回復スピードとかそういうものをいろいろ考えた時には、各部位を週2回ずつ鍛えるっていうのがとてもベストになってきます。これはねもう実体験レベルで話せるんですけど、もともとね俺らは分割方法で1日1部やってたの。そうだね、背中の日とか肩の日とかで、去年ぐらいから今ね玉が話したように各部位を週2回始めたんですよ。そうすると明らかに体が変わってるのが分かるの、ね、マジで変わった。なんでこれは科学的に証明されてるっていう点でもそうだし、実体験レベルでもすごく効果を感じたんで、ぜひね同じ部位を週2回やってみるとね、やってみてください。じゃあ押す種目と引く種目ってこれ具体的に何なのっていう声が聞こえそうなんで説明をしていくと、押す種目っていうのが胸だったりとか、あと肩の前側、あとは上腕三頭筋っていう腕の裏側、このあたりの種目になります。じゃあ引く種目っていうのが背中だったりとか、あとは肩の横だったり後ろ、あとは腕の上腕二頭筋っていう力こぶの部分、こういったところが引く種目になってきます。でなんでこの押すと引くで分けるかっていうと、効率いいからなんですね。例えばベンチプレスで考えると分かりやすいんですけど、ベンチプレスって言うと胸の種目じゃん、うん、だから胸はまず効くじゃん。効くね。でそれと同時に肩のここも効くし、上腕三頭筋も効くんですよ。なのでバラバラでトレーニングするより1日でその部位をねやった方が全部効くんで効率いいんですよ。背中もねそんな感じです。ここまでねタクトレ1個とジムトレ3種類を紹介してきたんですけど、じゃあ皆さん筋トレ頻度どれぐらいなのかっていう疑問も出そうなんで、すでにね言っておくと、筋トレ頻度ね僕らの体感では週4日がいいなって思いました。これはね週5もいいと思うんだけど、
けど、もちろん筋肉を大きくするためには筋トレだけじゃなくて回復させることも重要なのね。だからこそ週5やっちゃうとなかなか筋肉が回復してなかったりとか、ちょっと疲労感が残ってたりっていう感覚があったんで、皆さんはこれから筋トレ始める方もそうだし、今やってる方もそうだと思うんだけど、いろいろと筋肥大を考えた上では週4日を目指して、まずはね筋トレを習慣化してみてください。まあ見てくれてる人はね会社員の方が多いと思うので、週4日だと平日2回、土日2回とかだったら多分やりやすいと思うので、自分のスケジュールに合わせてやってみてください。で、筋肉を大きくするにはさっきね追い込むことが9割大事だって話もしたんですけど、もちろんそれ以外にも食事も大事なんですね。筋トレだけ追い込んだって食事をおろそかにしてたらなかなか筋肉っていうのは大きくなりません。やっぱね人間はね食べたもので体は作られるんで、食べるものっていうのがめちゃくちゃ大事なわけですよ。だからこそ本気で体を変えたいっていう人は、今日紹介したトレーニング以外にも食事を意識してほしいし、食事がわからないっていう方は僕たちも食事指導を教えてるので、ぜひね少しでも食事指導に興味あるなっていう方は概要欄から公式 LINE を追加して募集のメッセージをお待ちください。今回は最も効く筋トレ方法を紹介してきました。どのタイミングでどういう筋トレをやったらいいのかって悩んでた方、今回の動画を見たことによって自分でも判断できるようになったんじゃないでしょうか。もちろん今回の動画だけじゃなくて、もっともっといろいろ知りたいという方も中にはいると思うんですね。そういう方は自分でいろいろやってった中で本当にわからないことがあれば僕らにコメントをくれればいいし、もし自分で悩みっていうものが言語化できてるんだったら Google とかネットで調べられる時代なんで、そこで調べてよりね自分に合う筋トレ方法も探してみてください。やっぱり筋トレの悩みっていうのは習慣だと思うんですね。筋トレ習慣化してない人がジムに行ってもやっぱなかなか続きにくいと思うし、いくらタクトレから始めてもいきなりねもう10セット20セットやるとかだったら続かないと思うんですよ。なのでまずは今日ね何段階か紹介したと思うんですけど、これから筋トレ始めるって人はまずはタクトレの低強度高回数やってみて、それができるようになったら徐々にステップアップしていけばいいだけなんで、体はすぐに変わらないからこそまずは長く継続するっていうのを一番大事にして頑張っていきましょう。というわけで僕ら日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれる方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ、バイバイ。恥ずかしいなこれ。そうだ、俺ってやつがいて、そのと俺がどっちかがこれなの、うん、で、どっちかがこれなの、うん、この1、2番ってずっと繰り返してる、で、クラスが別々になったらお互いこれなの今ならラットスプレッドみたいな